御園通り商店街にお越しの皆さん、高橋涼子です。ちょっとね寒い中ですが聞いてくださってる皆さんありがとうございます。本日は、名古屋出身、そしてね現在ね、東京や川崎を拠点に活動している高田すみれちゃんと、そして私千葉は船橋出身のシンガーソングライター高橋涼子2人で、こちらで歌わせていただき、そしてねアコーディオンの皆さんや、この商店街の500円地を、皆さんね楽しんでいただいているところです。それではですね、高橋涼子はおそらくこれが最後のステージになると思いますので2曲入館でお届けします。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。それでは皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね1曲目は、これを歌いたいと思います。私はもともとですねすごく友達とかも少ない人間だったんですね。でお家でもですね、少し自分の、こう存在意義といいますか、に疑問があっていつも自信がなくてですね、こんにちは、お疲れ様です、お久しぶりです。そういうことに悩んだりしてました。でもそんな自分がですね、唯一自分らしくいられたのがですねピアノの前にいる時だったんですね。で嬉しいことがある時も悲しいことがあった時も、ピアノを弾いてね、心をちょっと落ち着かせたりしていました。そんな音楽があったから今私はねここにいていろんな方と出会えることができて本当に、大好きな音楽に感謝をしています。1曲目は居場所という曲を歌います。皆さんもそれぞれに会社の方だったりお友達だったりいろんな居場所があると思うんですけれども、そこの時間を一緒に過ごしてくれる仲間や大切な人のことを思いながら聴いてください。ではバンド時代に作った1曲、高橋涼子で居場所。
ちと仲間たちと演奏の方はですねこれでね終了となります。寒い中ねお付き合いくださってる皆さん本当にありがとうございます。ちなみにですね、高橋涼子と高田すみれちゃんはですねなんと来月ブラジルに行ってきます。でも行けるのかね分かんない。なんかビザの申請とかもまだ取ってないし本当なの。なんか向こうからインビテーションっていうのがね届く予定なんですけども、もう全然一向に1ヶ月経っても届いてなかったりとかですね、宿もですねあのスペシャルプライスをですねあの紹介するからって言ってもらってからですね早なんか2ヶ月近く経ってあのまだ全然なくてですね、自分たちで決めなきゃいけないかなっていう感じでですね、でそれもよく分かってなかったらプロデューサーにねお前は何やってんだって怒られてですねまあなんか俺は手伝わないぞとか脅されたりしながらですね、でもね、初めての、ね、ブラジル遠征なのでねなんとか成功させたいなと思っています。すいません皆さんもぜひね応援してもらえたら嬉しいです。でですね、そんな私たちのですね海外遠征今年は3回もあります。頑張っていきたいんですけども、もともと貧乏旅芸人なのにあの海外遠征3回も行っちゃうと、ね、とんでもないことに、なっておりまして、もしよかったらですねぜひ応援してくださる方、今日ね高田すみれちゃんも高橋涼子も CD、DVD 持ってきております。さらにですね私はあのポスターをですね初めて発売させていただきました。4月17日の大倉山記念館でのソロコンサートの、ね、ポスターなんですけども、ぜひあのお部屋に飾ってですね応援してもらえたら嬉しいです。あの天井とかでもあのウェルカムです。寝る前とかにぜひ、ね、見てもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね高橋涼子の最後の曲はちょっと悩ましいけれども、じゃあこれをいきたいと思います。高橋涼子の、最近もう本当にちょっとお気に入りでずっと歌わせてもらってるんですけど、二人でという曲です。もう ね最近はなぜお気に入りで歌ってるかというと、やっぱりこういう時間がですね本当に一日一日1時間1時間かけがえのないものだなっていうのを改めて感じています。今日もね寒い中ずっと見てくださってる皆さん、遠くからね応援に来てくださった皆さん、久しぶりにね来てくださった皆さん、そしてね500円一の、皆さん、その皆さんとの時間をですね、今日は精一杯楽しんで、いただけたら嬉しいなと思って歌わせていただきました。最後の曲も皆さんと過ごせたことに感謝をしていただきます。
結婚した友人に送った一曲、二人で。知ってるよ、人生は楽しいことだけじゃない。生きるため働くことも辛い時がある。それでも君を守りたいから頑張るよ。君に毎日を守られている。信じられるよ、そんな君とだから幸せな時間、時間をかな。一日の終わりわずか時間を、静かに寄り添って、一日の終わりわずかな時間を、静かに寄り添って ありがとうございます。高橋涼子で二人でという曲
歌をお届けいたしました、皆さんサビ中本当にありがとうございます。あの風邪とかインフルエンザとかも流行っているみたいなので、ちゃんとですね手洗いうがいをして体を元気にしてですね、またお会いできたら嬉しいです。 Twitter、Facebook、あとはラジオとかもやってますので、ぜひチェックしてね聞いてもらえたら嬉しいです。それでは、引き続きまして高田すみれちゃん、あ、ちょっとこちら見ていただいて、終わったら高田すみれちゃんのステージになります。それが最後になりますので、ぜひ最後までお楽しみください。高橋涼子でした。どうもありがとうございました。